紧接着我们要将镜头转向主舞台，由动画巴哈姆特之怒卡斯跨海领衔主演，一场华丽的声优 talk show 即将开始。皆さんこんにちは。こんにちは。すごい。これどこに座ればいいんだ。どこ。挨拶からですかね。ですね。台湾の皆さん、はじめまして。台湾の各位、どうも。進撃のバハムートジェネシスの方でですね、カイザルリドファルドという役をやらせていただいております。井上剛です。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。本尊跟声音一样帅气的井上刚先生，以及本人比声音更加可爱的潘惠美小姐热情登台，有没有让你惊叫连连呢？请收起下巴，我们的秀台才刚开始呢。那首先呢，我们就是要请问一下，就是两位声优在这一部作品里面是担当怎么样的一个角色？井上さん、お電話。みんな可愛いよね。赤く可愛い。回るんですよ。これなんだろう。足ついてください。じゃあ回って一周。え、何でしたっけ。ですね、カイザルっていう役はですね、主役がパドロっていうボンバーヘッドはいるんですけども、そのキャラクターをですね。狙ってですね、ずっと追いかけ回している元、騎士の時計の賞金稼ぎで賞金稼ぎですよ。はい。うんうんってみんなうんうんって言ってる。送って。通訳の時間を残してください。そう通訳の時間を残してください。皆さんジャンヌダルクっていう歴史上の人物は知ってますか？大家知道历史上的贞德是什么样的一位女性？知ってる。そのジャンヌダルクの歴史をこうバハムートの世界に少し持ってきてるんですよ。那这样这部作品有把历史上的贞德这位女性稍微的带进了巴哈姆特之路这里面的这个世界里。だけど、あの歴史上のジャンヌダルクとはまたちょっと違って。不过跟史上的真人就稍微有些那么不一样。バハムートならではのジャンヌダルクが見れます。特別なジャンヌダルクが見れます。在，所以在这边可以看到一个比较特别的真人呈现在巴哈姆特之路的世界里面。凯撒、贞德，究竟这两个角色跟历史上的名人事迹有什么不同呢？二人喧嘩してたんですけど。通訳で何ちゃん。パバロとカイザルは仲が悪かったんだけど、なんかアーミラに出会ったことによってその仲がどんどん仲良くなっていく。大家都知道讲什么？我现在是潘惠美的翻译，他是他的翻译。那他现在讲说，他们凯撒跟巴巴鲁这个角色感情非常不好，可是因为遇到了阿米拉，所以两个人的误会又解开来了，所以恋情就萌芽了，这样子。でもって私はウォーさんの通訳をして、その通訳を通訳してもらってます。はい、それも通訳しました。别说大家听得有些不飒飒，连潘小姐都还要临时充当井上先生的翻译，就知道其实巴哈姆特之怒的剧情和世界观是很充实庞大的。我想我们还是直接来看一段动画预告比较清楚啦。新版
盤が壊れた。ヘルヘイムに行けない。私は何としても家を再興せねばならない。そいつの首で払うさ。この坂台もな。その腕は賞金稼ぎか。クモ、たばかってくれたな。そいつを三連心臓せ。この必要はないぜ。俺がその賞金稼ぎ。接下来我们要那个问我们两位声优一些问题。首先呢，就是要请问他们对于就是能够参与这个巴哈姆特之怒这一个动画的感想。那我还没有参加这个感受，期待的什么？参加这个感受的，啊，我感觉，僕はこのバハムートの監督のあの佐藤監督っていう方が作ってるんですけど。このバハムートっていう作品の監督は佐藤圭一っていう佐藤監督っていう方が作ってるんですけど、作られてるんですけど、僕はその佐藤監督のアニメでは今回3度目の、今回ですね3回目の、参加ということで、すごくですねいいポジションの役をやらせていただくにあたって。回ってますけど、本当にですね。しっかりして。頑張れって。頑張れって。就以上，现在因为非常的紧张的关系，所以讲话会有一点，其实请大家多多替他鼓励啊。三回目なので、いい役だったので。本当にですね、僕頑張ってやろうと思ってやると、ただ一生懸命にやらせていただきました。進撃のバハムートっていうソーシャルゲームがあるんですけど、这个作品本身是由手游去改编的。それがまたビッグタイトルなわけですよ。これだ。ビッグタイトルなんですけど。好，所以它这是一个非常。比较算是比较盛大的一个作品，比较受到重视的作品。それのオリジナルアニメを今回制作するにあたって、それに携われるっていうことがすごく光栄だなと思って。所以对于这样子一个改编作品的原作动画，他能够参与其中，他感到这是非常荣幸的一件事情。で、このさっきも名前出ましたけど、佐藤監督っていう監督がいるんですけど。その監督はタイガー&バニー、みんなも知ってるねの監督なんですよ。で、私この仕事を始める前にその作品を見てたので、今回すごい共演できるのがすごく嬉しかったです。